切り上げるぞ。おい、逃げんの？王様も大したことないね。土曜の試合も王様相手に勝っちゃったりして。王様王様ってうるせえ。俺もいる。マイ、マイ、オッケー。俺だって、俺だって切れた。トスが上がるんだ。記念すべき高校の試合一発目決めてやる。見ろ見ろ、ブロックの位置は、ボールの位置は、スパイカーの位置は、次にどう動く、どこに飛ぶ、こいつのジャンプのてっぺんはどこだ。今この位置、このタイミング、この角度で。よし、追いつけるのはボールだけだ。なんだありゃ、トス見てねえじゃねえか。落下地点の見極めが早い、迷いのない一歩目。こっちのセッターは確か1年か。さあ、こっから誰を使う。あ、ナイス日向、影山。ミオフルーツアモノリエ、よっしゃ。どんなに神経尖らしてもリードブロックじゃ追いつけねえよ。日向のこの感じ、初めて戦った時と同じ土壇場での圧倒的存在感。ここにいる、ここに持ってこいと呼んでいる。実は結構面白い一年が入ってきてさ、あいつらが機能すればカラスノは爆発的に進化するんじゃないかって思うんだよね。